うちの母は子どもの教育のために3度、えー、いわゆる教育環境がいいところというのを引っ越ししたというお話なんだまあまあうちの母も毛母に近くてねで中学時代からねとにかく家族に1人は医者がいないといかんというので。 うん、だからもう中学1年生の頃から「あんたは医者になってくださいね」と言われてまあ盲母でしたその母親がまだ92歳か3歳でまだ生きてるんだう,うんでまだ私のおかげであんたは良かったねみたいなこと言われるとね「はははは,はと頭を下げています僕自身はね整形医学部の整形医学教室と言って骨や関節脊椎などの病気を治す分野の医者なんだ。 で教授にはなりたかった教授になって皆にいい教育をしたいのが一ついい整形外科医を作ろうと思ってたともう一つは三陰地方でいろいろな整形外科にもいろんな分野があるんです指のせ再接着指が切断した再接着前腕が切れてしまった再接着それからもちろん脊椎脊髄の病気そして関節の病気がありますね。それから骨腫瘍が いろんな病気がその分野全てを日本の中のトップレベルをそれぞれの分野で揃えてやろうと思ったんだでほぼできたと思います鳥取島根というのは稲葉であり出雲でありという土地は古事記の上槻といって上巻の中の相当の部分を占めるだけの舞台なんですよこの辺は。 だから、よく皆さんご存知のイナバの白ウサギはその話。大の主命がイナバの白ウサギを救ったという話。それがそこの白兎海岸ですよ。鳥取大学からわずか、そうだな、二、三キロの地。だから、鳥取大学には、そういう豊かな環境にあるところだよ。鳥取大学には乾燥地権があるでしょ、乾燥地の研究所、これは。 いわゆる世界の砂漠化に対してそれを防ごう、まあ、簡単に言えばそして食糧事情がいずれ悪くなるんだから砂漠の中でも非常に収納が液性がいいような植物をたっ作っていこうそしてえ砂漠の中である程度それが今度はエネルギーに変わるような植物を作っていこうというような研究をしておられるんです。これは世界的にに非常にオンンリーワンというか 鳥取大学にしかないもんですのでそういう点では非常に重要だと思っています。 もう一つは医学部ががにございますがこれがやはり地域の医療にとってはもちろん大事だけどもある程度臨床的に世界的なノウハウ手術主義であるとかそういうものを開発していくということでは重要であると私は認識していますもちろん農学も地域学も工学も重要な面は多々ございます。ののいわゆる全世界的なたくさんの種類を 保管しているのは鳥取大学キノコ研究所オンリーワンの部分がたくさんあるかと思うだけどそれをたくさんさらに増やしていかなくちゃいけないそれが鳥取大学が光り輝き後世にも残っていく術ではないかと思っています鳥取県というのがご存知のように60万弱の人口になって日本で最小の人口ということは最弱なんですよ 権力としては権の力だよ権の力はね国力に対して権の力そうした中でやはりそこに大学がなければさらに僕は権力というのは衰退すると思うんですよだからこそ鳥取大学の意義はありそしてさらに鳥取大学というものはさらにそれを権力というのを 県の力を増すがためにもう少し努力していかなくちゃみんなが努力していかなくちゃいけないと思っています将来は明るいもんだという雰囲気を大学全体そしてこの鳥取大学全体が持つそして鳥取市鳥取県がある程度持つことができればそうしたものを示すことができれば人は自ずとは僕はと集まるような気がするけどね将来的にそして最弱県最小県が、えー、多少は えー、ブービー下から2番目か3番目少しずつ段階的に上がっていくことを私は願っています。使命を成し遂げていいくためにすべきことというのはやはやり私で学生を大切にするめととに,にはもちろん教育環境を揃えてやるということまあそれは物質的なハード面だわねしかしもう一つソフト面でもう少しケアが必要じゃないかと思っています。いわゆる 学生個々の。 あのいわゆる相談しやすい就職の相談であるとかいわゆる日常生活における友人関係であるとかいろんな悩みに対して受け入れるだけのいわゆるコンサルトをするようないわゆる組織をもう少し充実していって学生をいわゆる健全に育てて社会に送り出すということが、えー、やはり私の一番重要な役目ではないかと思っているところでございます。